長谷川兄が教えた日本語をチームメイトが拾う。今度は公式が公開してしまう。私はユイを愛すけど、イエス。クロエ、仕草が可愛いのよな。ケリー可愛すぎる。長谷川選手愛されてる。どっちも可愛いわら。もっと卑猥なの教わってなかった？卑猥な言葉じゃなくてよかった。あの言葉が出てくるかと思って笑った。なんかの動画で長谷川ユイがチームメイトに下ネタ教えてるの見たから少しヒヤヒヤした。ちまるこままるこは公式に載せられんか。さすがにウェストハムではちまるこままるこだったのに、シティではこれか成長したんだな。私はユイを愛すけど、イエス。ウチさんが嫉妬してそう。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。